今までずっと気になっていたことが一つあって、それは罰ゲームとかで、まあビリビリのグッズだったりとかをわーってすごい大げさなぐらいオーバーリアクションされている方をたくさん私は見てきてて、それはほんまのほんまのほんまのリアクションなのかっていうのをずーっと思ってたんですよ。本当にそういうリアクションしてるのかって。その中で私はそれを実証してみたいと思う決断に至りまして、このキャンディーは蓋の2つの穴についている黄色の部分をつまむような形で同時に押してください。つまりここですかね。ここを同時にピュッと押してビリビリって来るのか来ないのかはそれはよくわかんないんですけど、これって自分からやりに行くって相当な覚悟ですよね。めっちゃ怖い。めっちゃ怖い。では、押しまーす。目が覚めた。めっちゃ、これめっちゃビリビリが強い。頭の頂点までブワーンってくる感じ。これ普通に売ってたらこう、あ、おいさあめちゃんだって買うじゃないですか。これ開けてビリビリってきたらもう心臓止まれます。これはめっちゃめちゃめちゃ強い。このビリビリ裏側の銀色の部分を触れたまま真ん中の銀色のボタンを押してください。ここに触れたままここのボタンを押すと怖い。普通に。では押したいと思います。めっちゃきた。これ普通にいろんな人の車のキーをこう並べてたとして、これ普通に置いてて、これ落としのやみたいな感じでピッとベーバーってなるよね。これはめっちゃ怖いね。はあ、ちょっと私結構ビリビリ舐めてたかもしれへん。むっちゃ痛い。これこんなちっちゃなメジャーからね、そんな相当なビリビリは来ないと思うんですよ。ちなみにこのメジャーは通常のメジャーのように銀色の部分を引っ張ってくださいということなので、ここの部分かな、ここの部分を普通にピッと引っ張ればいいということだそうです。やってみたいと思います。ん？全然ビリビリ来ないよ。やってきたよ。舐めてた。過去一。手がすごいモワモワしてる。過去一。こんなちっちゃなところからこんなでかいパワーが出るんだって感じ。このハンドスピナーもね、普通のハンドスピナーと同様にね、両方の丸みをピュッと押すだけでクル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 ってやつだからね、やってみたいと思います。絶対に来ない。舐めてました、ごめんなさい。小さ
いものほどめっちゃ力強いんかな。めっちゃビリビリくるな。え、めっちゃビリビリきた。今すごいね、心臓がドキドキしてるよ。本当にそれぐらい威力があった。普通のハンドスピナーみたいな感覚でピーってやろうと思った。これは本当に痛い目見ちゃう。もう本当に申し訳ないんでございます。本当に皆さんがテレビ番組とかで罰ゲームでやってるリアクションは本物でございます。ちょっとここまで来るとすごい好奇心で他のももっともっとやってみたいと思います。ビリビリ